異性北斗異性北斗から1929年1月26日は、アイヌの歌人、社会運動家、アイヌ民族の地位向上のための運動に一生を捧げ、その思想を新聞や雑誌に短歌の形で発表して、同時代のアイヌの青年たちに影響を与えた。また、道内のアイヌ古ンを回って、まずアイヌ自身が自覚し、団結することが必要であると説いた、バチラーやエコ。 森竹武,武一と並ぶ、アイヌ三大家人の一人、アイヌの卓牧と称されることもある。著作に、伊勢北斗以降コタがある。伊勢北斗は1901年、北海道尻辺市市長与一町大川町一丁目に、父人作と、母、春の間の三男として生まれる。戸籍上の名は、伊星、滝次郎だが、本来は、竹次郎と付けられるはずだった。代書人に、口頭で頼んだところ、 竹次郎と聞き取られてしまって、そのまま登録されてしまったという。親しい者は竹次郎、竹と呼び、本人は竹次郎、竹次郎の両方を使っている。父、仁作は漁業を制御とし、また熊取りの名人であった。祖父、万次郎は、明治5年、東京芝造上寺境内に設置された、開拓しかり学校付属の土人教育所に留学した一人であった。成績優秀で、 東京に残って開拓士のリーンとなったという。この万次郎は、アイヌとしては最も早い時期に名字を名乗ることを許された一人で、不祖伝来のイカシシロシであるから、異性と書いて、違い子という性を作ったが、読み鳴らされて、異ボシと呼ばれるようになったという。北斗は幼い頃は、楽器大将だったが、尋常小学校に上がると、アイヌであることを理由に、和人の同級生から、 盛んに差別を受けるようになり、次第に和人への反抗心を募らせていくようになった。1908年、教育熱心だった母、春の方針で、当時のアイヌの指定の多くが通った4年生までの、旧土人学校ではなく、和人の通う6年の大川人上小学校に入学したが、全校児童のうち数名しかアイヌがいず、そのために激しい差別を受けた。 5年生の時にその母の死に接し、高等小学校への進学を断念して、1914年の卒業と共に働くようになる。家業の漁業の手伝いのほか、林業や農業などの出稼ぎ労働に従事するが、社会においてもアイヌが受ける差別的待遇は変わらなかった。過酷な労働と差別待遇への苦悩のためか、生来病弱であった北斗は17歳の時に、 重病に倒れ、その頃から思想的な方面に興味を持つようになる。同じ頃、北海タイムスに掲載されたアイヌを部別した短歌2首を見て、和人に対して、さらなる反抗心を燃やすようになった。しかし、ある会合で同席した和人の校長にかけてもらった言葉に衝撃を受ける。何気ない心遣いだったが、北斗は感激し、それまで血も涙もないと思っていた和人に対する、 認識を一変する。小学校の恩師であった奈良直也の影響で、収容思想に興味を持ち、青年団の活動に参加したりと、むしろ積極的に和人の中に入って学び、アイヌもアイヌとしての自覚を持った上で、同じ日本新民として、和人にごして劣らない立派な人間、社会に役立つ人間にならなければならないといった考えを持つようになってゆく。また、この過程において、 大正12年7月に徴兵され、軍隊に入隊したことも大きく影響したと思われる。この頃から、北斗は、恩師奈良直やの指導のもと、幼馴染の中里突天羅よいチコ団の若者たちと、共に、アイヌ青年の収容団体である、沢笑い学会を結成し、勉強会や、帰還し、沢氏の発行など、意識向上のための活動を始める。また、奈良の紹介で、 西川光次郎が主催していた収容雑誌、児童童話の熱心な読者となり、その縁で北海道に訪れた西川光次郎と出会う。奈良直也や、その頃余市の小学校に赴任してきた、訓導の古田賢治の影響で俳句を作り始め、余市の区会に参加し、東京の区市に、日張りに投稿を始めたのも、この頃である。1925年2月、 西川光次郎の圧旋で東京府市場協会の事務員の職を得た北斗は念願の状況を果たす。市場協会は公設市場を経営しており、市場協会の事務所は四つ役参考庁にあった。状況に際しては北海道の余市町から西川の住んでいた東京の阿佐ヶ谷までを牛乳を一杯飲んだ霧で来たといい、西川の妻、文子を驚かせている。 状況後すぐに、近代地京介を訪ねた北斗は、近代地より、アイヌ信用集を残して19歳で死んだ、アイヌの少女、チリユケエトのことを聞いて、衝撃を受ける。北斗はその著書の中に描かれた、アイヌの失われた、楽園、立想郷としての北海道の姿に感銘を受け、そのビジョンは、以後の作品や思想に、多大な影響を及ぼした。また、英国聖公会の宣教師、 ジョン・バチラーの幼女で北斗と同じくアイヌの歌人として知られるバチラー・ヤエコやチリ・ユキエの弟であるチリ・マシホなど後に信仰を結ぶ同族のことを聞いたのも近代地の話を通じてであった。その後、北斗は近代地の関係する東京アイヌ学会に招かれ民族学の中山太郎、沖縄学のイハ・フユーをはじめとする早々たる学者たちの前で講演をしている。この 近代地の人脈から、松宮俊一郎、山中音太郎といった、出版人や作家との交流も始まった。また、西川光次郎の収容雑誌、児童童話の活動に深く関わる一方、当時影響力を持っていた、社会運動団体、希望者の後藤静香や、田中地学の主催する日連系の仏教団体、国中会を訪ねて、思想や宗教に対しての考察を深めていった。 このように、東京時代の北斗は、市場協会での仕事の傍ら、名士や著名人との出会いに恵まれ、学会や講演会などにも参加して、知識と経験を得ただけでなく、北海道では絶えず逃れられなかった差別への苦しみからも解放されて、安穏として充実した毎日を送っていた。だが、そんな幸福な日々は長くは続かなかった。アイヌであるという理由だけで郷里では、 差別されて続けてきた自分が今は逆に、アイヌだからという理由だけでチヤホヤされていることに気づき、北斗は苦悩の末に一つの決断をする。今の幸せは、本当の幸せではない。このまま人々の親切の中に甘えていてはならないと一年半、過ごした幸福な東京を後にし、アイヌの復興は、アイヌの手でやらねばならないと、今も貧困や差別に苦しんでいる多くの同族を、救うために、 北斗は、故郷北海道へと戻ること決意をしたのだった。1926年7月5日、北斗は、上野駅から夜行列車に乗り込み、多くの人々に見送られて、東京を後にした。7月7日には、ホロ別に到着する。最初に向かったのは、バチラーヤイコのいた、聖公会のホロ別教会であった。ホロ別には数日寄宿し、チリユキへの家を訪ね、チリマシホと会った。 北斗は白老いなど、近隣の古壇を回った後、7月14日には、アイヌ文化の習得を目的として、平取に入っている。平取では、希望者の後藤静香が支援し、ジョン・バチラーの経営する幼稚園を手伝うが、北斗がいる時に、後藤が幼稚園への援助を打ち切るなどのトラブルがあり、双方をよく知る北斗は板挟みになって苦しんでいる。土建業などの日雇い労働をしながら、 日高の古典を回って、児童童話師を配り、同族と語り合い、啓蒙活動を続けた。この頃出会った人物としては、長尻り打ちで、アイヌ児童の教育に尽力した奈良のオフナリアに、風谷の指導者であった、二谷国松などがある。この頃、西川光次郎の妻、西川文子が主催する、子供の童話に、アイヌの昔話を投稿している。また、北海道に戻ってからは、 俳句ではなく、盛んに短歌を作るようになる。1927年2月、兄、梅太郎の子が病死したため、故郷の余市に戻る。そのまま実家で、二神療を手伝うが、不良の上、再び病を得て、余市で療養することとなる。この時期に、幼馴染の中里とつてんと共にガリバンスリ導入し、古タを作り、また、余市の遺跡調査や古老への聞き取り調査などを行う。 10月3日、並木凡平に認められ、小樽新聞に初めて短歌が掲載され、以後継続的に短歌や随筆、研究などが掲載される。11月3日には、与一の抱会に出席し、並木凡平、稲畑笑いオーラ小樽の歌人たちと対面、賞賛をもって迎えられ、彼らと信仰を結ぶようになる。彼らが中心となって創刊された、新体化時代にも参加し、 多くの作品を掲載している。同年12月から翌1月にかけて、小樽新聞に、疑うべき不ごつペの遺跡を連載。余一の不ごっペで見つかった古代文字らしき壁画と、赤愚について、小樽交渉の西田昭像の、アイヌのものであるという意見に対して、アイヌのものではない、偽物ではないかと、意義と泣いた。後に、北斗、バチラーいこと並んで、 アイヌ三大歌人に数えられることになる白老いの森、竹竹一は、この連載により、北斗のことを知り、大いに感動して、後に信仰を結ぶようになる。1927年の末より、北斗は、ガッチャキの薬の行商人として、北海道各地のアイヌコタンを回る。それはあくまで同族の人々に、アイヌの地位工場のために自覚と団結。 中央が必要であると解いて回るためであった。オタル、歳室蘭ムロラン、シホロをめぐり、ムロランでは民族学研究家として迎えられ、白尾オでは森竹武,武一と対面、ホロでは千リマシホと再会している。このような動きは北斗だけで行っていたわけではなく、それに共鳴した、ムカワのペテカズオが上川から手塩を、トカチの吉田菊太郎も、 同様に道等回っていたといい、北斗らはこれをアイヌ一貫同士会と呼んでいたというが、この会がどのようなものであったのかは分かっていない。1928年の春に一旦余市に戻った北斗は資金を集めるために実家の二神料を手伝う。家人としては、毎週のように小タル新聞に短歌が掲載され4月には札幌、雫師社の歌詞、 心雑しが微勢北斗歌集の特集を組むなど注目されつつあった。この心雑しは雑誌の特集とはいえ生前に出版されたある程度まとまった歌集としては唯一のものである。このように歌人としての北斗には純風が吹きつつあったが、巨場の厳しい労働が再び北斗の体を蝕み始める。百二十八年四月十五日、北斗は拡結し、 与いの兄の家で、闘病生活に入る、結核である。彼は、希望を捨てず、病床で、北都町という自戦の歌集をまとめた。また、闘病の短歌を作り、小樽新聞等に送り続けた。しかし、徐々に、病魔は、彼の心と体を弱らせてゆき、アクる1929年1月26日午前9時、帰らぬ人となった。二27歳であった。 自然は、の三種である。北斗が、東京時代から死縮していた、後藤静香は、その死を悲しみ、遺行集の出版を計画する。北斗と信仰のあった廃人で、よい小学校訓導の古田健二が、北斗の枕元のボストンバッグに入っていた遺構を、整理して、希望者に送り、編集には、宗近雅美と岩崎義勝が当たった。北斗の死の一年後の1930年5月に、 伊性北斗移行古端が希望者から発行された。その翌年、1931年7月には、初めての北海道アイヌの統一組織である、北海道アイヌ協会が設立されるが、その主要メンバーの中には、北斗の影響を受けたものが多く含まれていたことからも、北斗が生涯をかけた運動が及ぼした影響は、決して小さなものではなかったと言える。伊性北斗のことは、 長らく忘れ去られていたが、1954年に、広志俊彦が、北斗ゆかりの人々と共に、異性北斗の会を結成して、異性北斗の資料の収集と検証を行い、記念碑の建設や、ラジオドラマなどの実現に力を尽くした。1959年には、湯本希作が著作、アイヌの歌人で、バチラーやエコ、森竹武,武一と共に紹介。 1972年には新人物往来者、近代民衆の記録後アイヌに、古典が収録され、立風書房の北海道文学全集11巻に、古典が収録される。1984年には、送風館より、以降、古典の再刊が実現。北斗の作品の入手がより容易になった。ありがとうございます。